ポーランドの県区分図ポーランドの地方行政区画は16の県からなる。1999年1月1日に当時のイエジブゼク政権によってそれまで49県あったものを再編し新しく16県でスタートした。この再編の目的はそれまでの各県の権益や権限は小さく効果的に経済政策を実行し権益を管理することが 困難であったため、EU 加盟に備えた地域との競争力を高めるため、より規模と権限の大きな県を作ることであった。これは著名な経済学者、イエジ・レグルスキーが立てた構造に基づいている。新しい県区分の導入は、国内で大きな議論を巻き起こした。いくつかの計画では、想定された16県よりも少ない12県体制も提案された。 逆に統合は穏やかにとどめて25件程度とする案や現行の49件で良いとする案も出た。オポーレやキエルツェで強い抵抗があったこともあり、比較的大きな区画への再編が有力となった。しかし歴史的に結びつきのそれほど強くない地域間の統合も当然あり。 移行期間に伴う措置として2つの県において県庁所在地と県議会所在地が異なる都市に置かれることとなった。また現在、例えば中部ポモージュ県などの新しい県を設置すべきとの声もある。県の下には軍であるポビアトが合計373、その下に市町村区に相当する基礎的自治体であるグミナが合計2489ある。 ポーランドの県区分、県と県議会所在地、ありがとうございます。